平野兄弟竹内姉弟。兄弟の七光りの舞台裏。芸能界では兄弟姉妹が次々とデビューし、その成功に期待が寄せられています。しかし、元キングプリンスへの平野仕様の弟、平野陸、陸のデビューに対するネット上の反応は冷ややかなものが多いようです。 本記事では、兄弟姉妹のデビューが成功に結びつく難しさと、親の七光り,りとの関係に焦点を当て、姿正規、竹内涼真など他の兄弟姉妹の事例も交えつつ探っていきます。 兄弟姉妹のデビューに対するネットの反応もキングプリンスへの平野仕様の弟、平野陸、リクーが20日にファーストシングル、ダウト・イットで CD デビューすることが発表されました。しかし、これに対するネット上の反応はかんばしくないものが多いようです。ユーザーたちは、兄弟より、の素法に疑問を投げかけ、兄の影響で、たくさんのファンを掴んでる感じがする。 といった辛辣な意見が目立ちます。一方で、平野陸が21歳でアパレルブランド、RKS リキーを立ち上げたことや、兄とのダンスユニットでの優勝経験など、その実績にも触れられています。しかし、これが逆に、兄の七光りだけだと、手っ取り早く注目されるが、常に兄と比較され、超えるべきハードルも上がってしまう、との指摘も、 他の兄弟姉妹の霊と親の七光りリくリうドカープでなく、姿正気の弟スゴ荒木や竹内涼誠の弟竹内結衣と妹の竹内ほのかも同様に兄弟セット売りの舞台に立っています。竹内姉弟は先月揃ってバラエティ番組に出演し話題となりました。しかし、このような成功例も中にはユーザーたちの 兄の影響で注目されるだけといった疑念に直面しているようです。一般的に親の七光りがある場合、信頼度が高まり、兄弟姉妹の成功に対する期待も高まりがちです。例えば、江本明を父に持つ江本優と時勢、千葉正和を父に持つ神殿神拳優と誠栄田豪頓などが挙げられます。 ただし、親の名に恥じないように切磋琢磨し、互いの関係が良好な兄弟だと成功している印象があるという芸能関係者の指摘通り、兄弟姉妹の協力と信頼関係が不可欠なようです。兄弟の七光りがもたらすリスク陸王位を凄わらけのように、兄の七光輪だけで注目を浴びる場合、 成功につなげるためには、兄弟それぞれの個性や実力をアピールし、比較を超える努力が求められます。親の成功が加わった場合よりも、見る側の期待と厳しさが増すことがあります。兄弟姉妹の成功事例として、江本優と時制、神殿神権うと誠栄えたゴートンのような成功の鍵は、お互いに助け合い、尊重し合う関係性にあるようです。 一方で、ユーザーからの冷たい視線や比較の厳しさに耐える必要もあるでしょう。兄弟姉妹が芸能界で成功するためには、単なる兄の影響での注目ではなく、個々の実力や個性を十分に発揮し、互いに協力し合うことが不可欠です。親の成功が絡む場合は、その期待とともにリスクも増すことを考慮しなければなりません。 兄弟姉妹の成功は、結局のところ、お互いの信頼と尊重に支えられて初めて成り立つものと言えそうです。